皆さんこんばんは。始まりました、小屋ロックフェスティバルボリューム2、司会の佐藤です。金沢です。今回録画ライブ配信小屋ロック第2弾ということで、前回と趣向を変えて弾き語りアーティストにスポットを当てました。なかなか音楽活動が難しい世の中ですが、素敵なアーティスト4組にお集まりいただき、ライブ撮影をさせていただきました。今撮影中のカメラや照明、ライブ録音をしたマイク、さらには編集したパソコンまで、全てスタジオ小山でレンタルできます。ぜひ高音質高画質なライブ配信を体験していただけたらと思います。楽しみですね。楽しみです。それでは小屋ロックフェスティバルボリューム2、最初のアーティストはこちらの方です。どうぞ。こんにちは、なっちです。19歳です。スタジオ小山には大変お世話になっております。今日はオリジナルカバーを2曲とオリジナルを1曲演奏させてもらいます。サバシスターというバンドを普段していて、そちらではギターボーカルとして曲を作ったりしているので、ぜひ応援していただけたら嬉しいです。ティーンのピュアな歌声をぜひお聴きください。こんにちは、なちです。よろしくお願いします。
のラブレターでした。ありがとうございます。最後はオリジナルを1曲やらせていただきたいと思います。サバシスターというガールズバンドを組んでいて、そこでギターボーカルとして曲を作ったりしているんですけども、そのサバシスターの曲の中から1曲聴いてください。しげちゃんという曲です。Thank you.
がとうございました。はい、なちさんありがとうございました。一組目から素敵な演奏でしたね。金沢さんは動画編集しながら泣いてしまったという噂ですが、はい、最後のオリジナル曲がとても心に染みてしまって思わず仕事中にガチ泣きしました。しげちゃんいい曲でしたね、はい、カバー曲もなちさんのピュアな歌声にとってもマッチしていました。なちさんはサバシスターというバンドを組んでいるそうなので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ありがとうございました。はい、では続いてのアーティストはこちらの方です。どうぞ。カラスゴという名前で活動しております、何を喋ればいいのかなちょっとよく分かってないんですけど、今日ちょっとこういう配信ライブのイベントがあるということで出させていただくことになりました。ぜひよろしくお願いいたします。放送日が確か2月です、そうです。なんで、それ以降だと3月の5日に高円寺の無力無前寺というところでライブをやらせていただくので、ぜひよろしくお願いします。カラスゴでした。カラスゴと申します。よろしくお願いします。海辺はずっと遠く後ろへ流れてく雲のかかった空が見える。現実が溶け出してぬるくなって結露する憂鬱に支配された頭の中甘く冷たい痛みを強い日差しに照らされて波にさらわれた時は前に進むだけ聞こえたの天地の音
ばかりの長い日常に転がったその深い苦悩をつつましく埋め合ってどうなるかなんてわからないただ今だけは笑いたいから投げやりな足取りを美しく
きっと一晩の夢の塊であなたと別れるその瞬間はせめて穏やかに笑った紹介動画流れてたと思うんでそこでも言ったんですけど、3月5日に、高円寺の無欲無禅寺でライブをやるのとあとあの春からバンドとかもやろうと思ってるんであのよかったらツイッターとか何卒お願いします。お願いします。最後の曲やります。
スゴさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。金瀬子さん、撮影の時はとても緊張されているように見えたんですが、ライブが始まると凛と表情が変わってすごく引き込まれました。情景が目に浮かぶような歌詞とメロディーでしたね。はい、僕個人としては使ってるギターの音色もすごくかっこよかったです。金瀬子さん、ぜひ気になった方は概要欄よりチェックしてみてくださいね。ありがとうございました。はい、それでは、小山から一旦お知らせあります。どうぞ。はい、ぜひライター買ってくださいね。はい、続いてのアーティストはこちらの方です。どうぞ。スタジオを使わせてもらってて、加藤さんというスタッフの人が教わったので参加させていただきました。ちょっとなんか分かんないです。頑張ります。普段から使わせてもらってます。お世話になっております。はい、コロナとかもあってこういう、イベントがあるっていうのはすごくいいことだなと思いました。すごい緊張しますね、なんか頑張ろうと。はい、じゃあ、今の曲はここという曲でした。わかってるよ、わかってないよ、わかってほしい、察してほしい、100の地球
ょっと古い。わかってるよ、わかってないよ、わかってほしい、察してほしい。100のうち99は嘘、真実はいつでも一つ。わかってるよ、わかってないよ、わかってほしい、察してほしい。ゴリラリラックス、クスクスと笑う女の子、いつも可愛い。息が
ありがとうございました。はい、中野丸さんありがとうございました。中野丸さんはエレキギターでの弾き語りプラスボーカルエフェクターも使われていて、独特な曲の世界観を表現されていました。はい、僕が動画編集を担当したんですけれども、2曲目の可愛いの部分が頭から離れなくて、僕ずっと口ずさんでました。うん、佐藤さんが言うとなんか気持ち悪いです。大変失礼しました。はい、中野丸さん、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。次で最後のアーティストとなります。はい、続いてのアーティストはこちらの方です。どうぞ。みなさんこんばんは、はじめまして。佐伯左官と申します。今日は少なめに5曲くらい抑えるから守ってね。サンハイ全日本ペタクソピアノ連盟元家庭ピアノ教室、ついにストップから飛び出してみました。頑張ります。マスクをしないと怒られちゃう。はあ、こんな世の中になってもう50年くらい経つのかしらね。熊子は今日も退屈だった。宇宙の果てで一人きり、この先ずっと同じなのかな。考えてるととてもこう
でもまあ聡明な私は 4,5 年くらい前にインターネットの掲示板でピーって呼ばれる昔で言うところのストリートファイターみたいな、そういう、まあ、現代版で言うところのボーカルとピーっぽい子たちを、まあ3名から5名くらい見繕っておいたわけで、たまたま会社の移転で引っ越した先にストリートピアノっていうよくわからない外ピアノが出てきたので、それに合わせて会社の休憩時間中に少しずつ息抜きに耳コピっていうのを始めたっていうわけなのよ。でも実は世の中には内緒にしていたけれど、私は多分耳コピっていうのは多分小学校1年の頃から音楽の担任の先生にずっとやらされてて、なんで担任の先生はピアノを弾かず私に弾かせるのっていう感じだったので。お決まりの一人でスイーツ食べましょう。お砂糖少々味付けて僕だけのスイーティースイーティー、気分は適当でもいいの。一人の幸せ落ち着くの、甘い夢までいざなって寂しげな。寂しげなスウィーティンスウィーティン、生まれ変わっても僕がいい。そんなスウィーティー憧れて、シュガーとミルクはどうしましょう。気だるげなスウィーティンスウィーティン、ストリートファイターと勘違いしてて、スト
ストリートピアノは耳コピー同士の初音ミクの戦いだと思ってた。そしたらなんだか勝手が違って連弾とか鬼滅の刃とか割と中年のおじさんたちが独学ピアノを競ってた。だから熊子は結局のところシンセサイザーの人がライブする感じのこの高円寺のすごそうなピエの人がいる場所を訪れてみた。というわけで、割とずっと推していたボーカロイド P の割と私が推す自慢の曲はある意味で代理引きのノルマを達成した気がするので、ここからは私が自作の曲をやっぱりやらせていただこうかと思っているの。というわけで早速始めるわ。私に光を差す
I'm no monster I'm no monster理想は崩れ涙は枯れて病んだ塊になった自分を誰にも言わず知れない場所で壊してしまいたい耳をつぶして夢を閉じ込めて私は生きるこの世界を誰が悪いもう許されるだろう I'm no monster I'm no終わりの綱渡りを誰にも告げずに音を紡いで扉を開けて私は生きるこの先を許されるだろう No monster, no monster No monster, no monster ah, ah. No monster, no monster No monster, no monster の曲を弾こうとすると勝手に調で弾こうとするからまだ私は修行が意外と必要ということが今日は分かったので音調整をしてくれた佐藤さんのチャンネルを圭介さんとプラッカさんは応援してねお願いよ終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。今日は本当に佐伯左官さんありがとうございました。今回唯一のピアノ弾き語りアーティストということで鳥を飾っていただきました。佐藤さん歌の中に出てきてましたが、
はい、最近坂川さんは即興演奏だったんですかね。自分が出てきてめちゃくちゃびっくりしました。ピアノ漫談というだけあって、コミカルな感じもあり、お芝居を見ているような壮大な印象でした。はい、佐伯左官さん、気になる方はぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。以上で全出演者のライブが終了しました。はい、出演者の皆様、素敵なライブありがとうございました。動画をご覧になっている皆さん、いかがでしたでしょうか。今回使用した機材は概要欄にて詳細記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。また不安なこと、わからないことあれば、ぜひスタジオ小山に相談してください。次回は春頃を予定しております。さらなるパワーアップ企画を考え中です。ぜひぜひ期待して待っていただけると嬉しいです。安くて嬉しい、優しくて嬉しい、スタジオ小山へぜひ皆様お越しください。スタッフ一同お待ちしております。それではまた次回、ありがとうございました。でございます。高円寺スタジオ小山、YouTube チャンネル、もしよろしければですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では失礼いたします。おっとっと、あー